大阪市立堀江小学校は、大阪府大阪市西区にある公立小学校。西区の中央部付近、オフィスや公共施設、マンションなどが混在する地域を工区とし、工区には、堀江界隈や四橋界隈が含まれる。明治時代初期に設置された、堀江、西六の二小学校を前身としている。太平洋戦争の戦災により、校舎、工区の被害が大きかったため、 終戦直後に、堀江小学校は、大阪市立日吉小学校へ、西六小学校は、大阪市立西船場小学校へ統合されて、休校となった。その後地域の復興に伴い、戦前の堀江、西六の校区を合併する形で、1951年に、大阪市立堀江小学校として再開した。旧西六小学校跡地は、現在の勝北西から、 新な庭筋道、路上、阪神高速道路西長堀入り口付近にかけての一帯にあたる。西六小学校は新な庭筋建設に伴う代替地として、現在のオリックス劇場の場所に用地が確保され、移転の上で再開校する計画があったが、再開校は実現しなかった。明治時代初期の学生発布に伴い、1873年11月1日に、 西尾組第15番小学校が和光寺境内に設置された。直後の1873年11月17日には、西尾組第14番小学校、西尾組第16番小学校が相次いで設置された。堀江、龍兵、千代崎の3校は1884年2月29日に統合し、堀江小学校となった。従来の竜兵、 塩崎の二校は、堀江校の分教場となった。1895年1月29日に、大阪市西区西長堀南通り3-13に、新校舎を設置し、従来の本校、文校を統合した。1921年4月には高等科を併設し、大阪市堀江神城高等小学校と称した。1934年9月21日の室戸台風では、 行動が傾斜する被害を受けた。いずれも1873年に設置された、西大組、第11番地流弁小学校、西大組、第12番砂場小学校、西大組、第13番勝尾座小学校の3校が、西六小学校の源流となっている。3校が1884年11月に、合併し西六小学校となった。 西六の名称は、西区で6番目の行政区域に由来する。1887年には西六尋常、高等小学校と称した。1941年には、国民学校令により、大阪市堀江尋常高等小学校は、大阪市堀江国民学校へ、大阪市西六尋常高等小学校は、大阪市西六国民学校へ、それぞれ解消された。 太平洋戦争の戦局悪化により、1944年9月以降大阪市内の国民学校を対象に、学童集団疎開が実施されることになった。西区の国民学校では、島根県が疎開先に割り当てられ、堀江国民学校は、島根県氷川郡小原村、直江村、稲見野村へ、西六国民学校は、島根県氷川郡荒木村、大社町へ、 それぞれ学童疎開を実施している。1945年3月13日の大阪大空襲により、堀江、西六の両校とも校舎を消失し、また校区も甚大な被害を受けている。大阪市の国民学校では、翌3月14日に卒業式が一斉に予定されていたが、堀江、西六の両校とも空襲被害のため卒業式は中止され、 堀江港では63年後の2008年3月14日に改めて当時の卒業生の卒業式を実施している。大阪市では終戦直後、戦災で校舎を消失したり校区に被害を受けて児童が大幅に減少した国民学校を休校扱いとし、近隣校に統合して整理する施策を取った。これに伴い、堀江国民学校は日吉国民学校へ また西六国民学校は西船場国民学校へとそれぞれ統合する形で休校となった。1950年より旧堀江小学校敷地を使用し大阪市立日吉小学校堀江文校が開設された。堀江文校では旧堀江、西六、公共の各小学校校区在住の1から3年生児童が学んだ。翌1951年には 戦前の堀江、西六、公共校の校区を合わせる形で、大阪市立堀江小学校が4年生までの児童で復興した。1952年には、学年振興で5年生までの児童となったが、校区内在住の1952年度6年生の内転校希望者を費用し、西船場の両校から受け入れて、全学年が揃った。1956年には、 大阪市立明治小学校の再開により、旧公共高校区は明治小学校校区に編入されることになった。1961年9月16日の第2、室戸台風では、高潮により、校舎が約1メートル床上浸水する被害を受けた。1890年10月1日に、堀江小学校内に幼児保育課を付設したことが、堀江幼稚園の始まりとなっている。 1893年4月1日には、大阪市立堀江幼稚園へと改編された。1919年4月7日には、堀江小学校南側に独立園舎を建てて移転した。しかし1945年3月13日の大阪大空襲により、園舎に被害を受けて救援となっている。戦後の地域の復興に伴い、 地域の幼児は遠方の幼稚園に通園することになって不便だという声が上がり、堀江幼稚園復興の声が高まった。1954年に有志の手によって私立堀江幼稚園として堀江小学校内で再開した。その後1958年に大阪市に移管され、大阪市立堀江幼稚園となっている。なお、 市の移行により2019年3月末で閉園となり、4月から子ども文化センター跡地に移転した上で、学校法人明けぼの学園に認定子ども園を開設する予定。卒業生は基本的に大阪市立堀江中学校に進学する。ありがとうございます。